つ引き層は、紫かきだちるり草属の多年草。別名、浜紫。茎の高さは25から30センチメートルになり、時に分子し、蜜に厚毛が生える。葉は、蜜に固成し、葉心は、長さ2.5から6センチメートル、幅0.5から2センチメートル、頭皮心型から長蛇炎上頭皮心型で、先は、二分頭、または、円頭。 基部は細まり、傭兵はなく、縁は全縁となる。葉質は、やや厚く、多肉質で両面に、厚毛が生える。花器は5から8月。茎先に短い果汁を出して分岐し、方向のある白色の花をつける。額は、緑色で5中列し、列片は強調で毛が生える。下巻はロート型で、計約8ミリメートル。下巻頭部は、長さ6から7ミリメートル。 上部は五列して平ら返し、喉部は緑色がかった黄色になり、基部は細い筒となる。つぼみ時は螺旋状にねじれている。湯水は果敢列片と補正してここあり、花筒につく。脂肪は上位で四室に分かれ、下中は短く、先端は円水状に飛行し、中頭は下中の飛行した側面につく。果実は、 長さ8から10ミリメートルになる4両形の角化になり中に4個の昇格を含む。角化の中華比はコルク質で海水に浮かび散布される。日本では北海道、本州、九州に分布し海岸の砂地に生育する。世界では種としてモンゴル、中央アジア、シベリア、ヨーロッパに分布する。本州の属は従来は 果実の特徴をもとに砂引き相続とされたが、分子系統学的研究の成果によって果実の形質は分類系統を反映していないことが明らかにされ、木立砂引き属とともに木立ルリ相続に統合された。和名、砂引き相は砂引き相のいで海岸の砂地の中に地下茎を長く伸ばして繁殖することによる。各シノニムの種商名、サビラカは、 シベリアノの,の意味。最も古い学名のターン放射サビラカエルの種商名が使用可能であるので将来的には学名の変更が必要となるという。ありがとうございます。